ございます。はい、着きましたね。元伊勢下宮法寿大神社ということでね、お伊勢さ様、おいで、この階段を登ったところにあります。はいね、ありますよ、あるんです、あっちゃうんです。はい、ここがね駐車場になっております。ここから登っていくとね、上まで着けるんですけどもね。はい、ここ道開けてるな、こう行っていいんかなと思うんですけど、まあそういうわけにもいかずですね、私はここにちゃんとね真面目に止めようと思います。はい、ここにね止めてですね、この大きな岩の横に止めさせていただきます。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんのおかげでね。はい、今日ね無事に安全に着くことができました。本当にありがとうございます。ここからですね、テクテクと行きますね。テクテクと、わ、テクテクと行きます。はい。着きましたね皆さんね。下宮着いたんでね、行きたいと思います。This is my car. This is my car. Okay. This is my car. M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 y car. かっこいいね。やっぱりね、パジロミニは。いつ見ても。かっこいいですね。これでね、早速行きたいと思います。駐車場に停めました。あ、ちゃんとあるわ、ほら、ごぼう参り、ほらちゃんとあるやん。で、私がね回ってるのはまだね、毎年回ってるんですけども、うるう年の時にこの出雲大社とね、こちらの浅間神社の方行くんですけども、今日はねここです、ここですね。はい、ここね行きたいと思います。本日の御朱印は押し書きでございますね。300円ですが、今日はあのね買いません。今日は買いません。ひょっとしたら買うかもしれないけど、お手洗いは向こうでございます、ということでね、お手洗いが奥のありますけどね、こちらの方から上がっていきましょう。お手洗い綺麗ですよ。いやー、この階段毎年登ってるんですけど大変です。毎年この階段、結構ね毎年この階段登ってるんですけども、毎年あの年取るじゃん、毎年しんどいです。毎年年を取るから毎年しんどいです。はい、そんな感じですね。はい、めちゃくちゃ遠く感じます。私が YouTube でバズった、暁にはですね、この石段直させていただきます。それまでお待ちください。それまでお待ちください。ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。ちょっと電波が届かないかもしれないですけど、本当ね申し訳ないです。ちょっと中腹です、ちょうどね、中腹です、中腹で、それちょっと回りましょうか。こういう感じでね、はい、こういう感じになっております。杉のね木が立ってますけども、こういうとこでございます。はい、立派なね、建物ではございますが、また上がっていきましょう。息切れてんな、やっぱね、まあ、お参りっていうか手を合わせるっていうかね、毎年大事だと思います。そちらね、相模家はね、もうねこの1300年もこうやって
毎年毎年参ってるわけでございます。笑うわほんま、なんか毎年毎年けなげにね、こうやって寄付も集まって本当にありがとうございます。大きな杉の木左右にありますけど中にもあるんですよ。いや足が棒のようだ。やってきた。来た。ここですね。見てください、上がってきました。あのさっきの道をまっすぐ来るとね、ここに上がってきます。ここに、こういう感じ、参拝順路ね。そしてこれがね、手水舎でございます。はい、洗います。これちょっと落ちたらやばいんで、ここに置かせていただきますね。すいませんね、ほんとね。ありがとうございます。はい、清めました。はい、清めました。ありがとうございます。これがね、黒木の鳥居と言いましてですね、これはもう本当な日本の古来の、鳥居の形でございましてですね、黒木の鳥居とは樹脂のついたままの丸太を持って組み合わされた鳥居で、日本最古の鳥居形式であります。古来下宮法住大神社、内宮広大神社ともにこの黒き鳥居の形を現存しております。それでこちらの方見てください、立派な鳥居でございます。はい、こちらの方ね、木を皮をつけたままね組んでいくという素晴らしい、組み合わせになってます。なかなか難しいですねこれね。私あの昔ね、障害者になる前に大工をやってましたんですけども、実際ですね、丸太を組んだりもしましたけども、住み付け非常に難しいです。でですね、こうやって光っていくっていうのはですね、木をこう組み合わす時に切ってね、行くって作業なんですけど、光っていくのが非常に大変だと、こう特に皮があると大変です。そして見てください、炭木っていうのは、ね、炭木ね、あれをね、こう柱がね上下から来てですね、左右に針が出て、それねまたこう軒を作っていくの、この技術非常にね、難しいもんでございます。はい、なかなか炭木のね炭付けとかできる人はね非常に少ないです。はい、アコンさんいらっしゃい。下宮に来ております。元伊勢下宮に来ております。元伊勢下宮素晴らしいね、いつ来ても素晴らしい光景でございます。今日はね誰もいないので喋ってます。いつもね誰かいるのでね、おとなしいですけどもね、こうね渡り廊下もあります。ね、はい、元伊勢三社ねやってまいりました。ありがとうございます。今年も、参ることができております。はい、ということで下宮でございます。はいね、上のこのね丸いね、かつおぎの左右を見ていただければね、その天に向かって2本のね、柱というか木がね、立っていると思うんですが、あの上を見ていただければね、上の方がとんがってますよね。とよく上を見ていただければとんがってます。あれはね男の神様を表してます。とんがっている、わかるかな、こっち側の方がわかりやすいかな、あの木の上ね。ということで、はい、それではちょっとすいませんね、こう
鈴を鳴らさずにご参拝くださいね。これちょっとうるさいんでね、ちょっとここちょっと置かせていただきます。はい、はい、ね、素晴らしい、素晴らしいでございます。はい、鈴は鳴らしてはいけません。あの奥ね、そうですね。あの上にね、あの上の部分が、とんがってますよね。上に向かって、あれ水平になるとですね、あの女性の神様ということでね。はい、今日は、誰もいないのでくっちゃべっております。お貸しいただきます。人がいたらちょっと置けないんでね、持ったままとかになるんですけど。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてですね、次はですね、参拝禁止ね。お米とか炊くとどうしてもね、動物が来ちゃうんでね。昔は巻いてたんですけども、まあ、人が結構いたんでね。で最近はやっぱりあんまり人が来ないんでね、ちょっとそういうのはちょっとダメですよって話ですね。はい、ちょっと置かせていただきます。ちょっと落ちそうだね、ここに置かすね、置きますね、すいません。はい、ということでずっと祀ってますね。見てくださいね、あれ天に向かってとんがってるでしょ。男の神様でございます。これで結界張ってるのは全てね、あのあれですよ、あの神域というのはここに入っちゃいけない、手を入れちゃいけないですね。大体石とかいろいろ祀ってますけども、はい、なんで、ね、こちらですね、はい、こういう感じで。おこんちゃんいらっしゃい。今ね、御坊参りをしておりまして、近畿の大御坊ね、これを回っております。私いつも毎年回っててうるう年に出雲大社と浅間神社の方行くんですけども、本日はここ、ね、一発目ね、元石下宮と内宮に向かう予定でございます。今ね下宮の方来ておりますけどもね、はい、こういう感じでございます。皆さんね、素晴らしいね、え、あまりあの騒いじゃいけないんですけどもあまり騒いではいけないんですけども、非常にね、私ちょっと興奮しております。はい、やっぱ1年ぶりなんでね、1年ぶりなんで。でこのね、見てください、この2つね、竜頭の杉ね、はい、竜頭の杉です。あとね、はい、1500年でございます。そしてですね、こちら竜頭のヒノキね、こちらもどーっと天にね、螺旋こう巻いてるの分かるかな、こうひねりながら上がっていくというね、素晴らしい、そういう感じになっております。あまり興味のない方は興味ないとは思うんですけども、とても大切でございますこの行事。この風景残していきたいですね。はい、
はい、ありがとうございます。こういう感じでございますね。下宮に来ております。元伊勢下宮に来ております。こう 裏からずっと通れるようになってますけど、やはり危ないんでね、もう出ないようにお願いしますね。もし来たらね、参拝の折来たらね、こういう感じでございます。まあ回り方はいろいろあるんですけどもね。あ、誰か来た。これはまずい。ちょっとカメラ落としますね。こんにちは。ちょっと人が来たんでちょっと喋らなくなりますけど、とても素晴らしいね、ところなんで、ぜひともね一度は来てください。素晴らしいね、とっても。それではまたね、来たいと思います。非常に、素晴らしいところでございます。それではこれはですね、次はですね、これから内宮の方参っていきたいと思います。おお、疲れました。参拝順はね、本来はこうです。私はあのいろいろちょっと順番を、順番をですね、変えてしまっていますけど、本来はこうです。本来はこのように待ってください。まさがみはちょっと違うんで、はい、ごめんなさいね。はい、それではね、下宮を後にして、次のステップ行きたいと思います。次はですね、内宮に向かっていきたいと思います。降りる方が楽ですね、やはりね。普通の人はね、やっぱり降りる方が足つるとか、なんかつまずくとか怖いとか言うんですけど、私の場合は、杖付きなので、杖付きはやっぱりね、降りる方が楽です。体を落とすだけなんで。こういう町にも住みたいんですけど、なかなかね、家を借りたりもできないし、やはりですね、病院も近くないと私の場合はね、ダメなんでね、こうやって参ってますけども、本当にありがとうございます。いいねよろしくお願いいたします。いいね好物、いいね、とても嬉しいです。ごぼう参りね、はい、参っております。いや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 、素晴らしい素晴らしいね。神田に今日も家族のありがとうね、ありがとうございます。ご立派な、ね、ありがとうございます。こういうこうね、これがあのレイラインですね。レイラインです。太陽が通過するねところでございますけどね。京都、神戸、ね、そして私の。じゃあ次はね、内宮の方に行きたいと思います。皆さんね、内宮の方に行きたいと思います。内宮はちょっと距離があるんで、途中で、あのバッテリーが切れるかもわからないんで、ウエストポーチ、携帯していきたいと思います。結構ね、ぼちぼちお参り来ていただいております。ありがとうございますね。あ、それではね、内宮の方を向かいたいと思います。内宮で電波が切れた時点で、あのもうね、あの一旦配信を打ち切って、その後またね、後日あの動画を上げていくっていう形になるんで、よろしくお願いします。それでは松坂見てます。
ごめんなさい、ここでは止めてはいけません。ここではございません。大事なのはこの奥にあります。あ、もうね、ほら、あの国旗がね、なびいております。あの P です。あそこ目指してください。ここです、ここです、ここが一番いいんです。駐車場としては P ね、ここでございます。はい、やってまいりました。はい、私山さがみりゅうほがやってまいりました。はい、三眼地高い。あ、そうなんですか。そして必ずね、あのやはりですね、必ずあの駐車料金は500円なので必ず500円入れてください。これはやはりこの、ね、やっぱりその駐車場とかこういう草刈りとかこの鳴らし作業とかにお金がいるんで、必ず500円は入れてくださいね。よく入れない方いるんですけども、入れたふりする方とか絶対やめてください。必ずですね、500円手に持っていきましょう。あの帽子ね、はあのなぜ被るかというと、こう髪の毛が下がっていくからね。あ、三眼地いっぱいですか。私ね、三眼地来ないんで、ね、あの我々の業界はね、2月3日が節目なんで、2月3日以降参ります。必ず正月は参らないですね。まあシャレでどっかいろんなとこ初詣行ったりはするんですけども、基本的にはですね、あのでこの中に充電ドライバーとか、充電ドライバーね、充電器とかありますね。これを持っていきます。はい、それではね、早速ね行きたいと思います。それでは、伊勢参り、お伊勢参り行きましょうね。私と一緒に、正神と一緒にお伊勢参り。だいぶ錆びてきてますね。私の愛車だいぶ錆びてきてます、こういうところが。はい、パジロミニ、はい、ウリさんいらっしゃい。必ずですね、本当に必ず、料金箱をね、数日500円、良心的な、金額になっております。これを必ず入れてください。お願いしますね、本当に。これだけはね、きっちりとね、ここにね、真面目に500円、500円ね、お金がない私でも入れるんで、だからね、500円入れます。はい、入れました。必ず入れてくださいね。福知山、さっきは下宮行ったんですけども、お山、ですね、はい、この先駐車場がありません。これ600メートルですね。そしてこれね、300メートル、この300メートル結構きつい。なぜならば坂道だから、坂道だからきつい。だいたい毎月この時期ですね、私来るのね。で、私に会いたい時はこの時期に来てください。いつ来るか分からない。元石内宮高大寺の、神の社と書いて神社と呼ぶ。出雲大社ってよく言うんですけど、出雲大社のあのね、あの出雲にある出雲大社、出雲大社って言いましたね。もう息切れ。この300メートル結構きつい。この300メートルは結構きつい。内宮にあの近づくにつれて、あのだんだんね、あそこに日の丸が長引いてた、たなびいてます。近づくにつれて、あのだんだん電波が悪くなります。だから途中でね、配信切りますね。世界が平和でありますように。
伊豆川でございます。神明の鳥居ね、はい。ありがとうございます、迫田様。ね、あそこに日の丸がなびいてる。そしてここにも日の丸があるというね、そういう感じでございます。息切れしっぱなしでございます。これはね、アーカイブちゃんと残すんでね。はい、天皇神道。こういう感じです。遠くから見なきゃいけないんでね、こういうのをね、中に入るのはちょっとちゃんと買うときだけ、買うときだけで。参道歩行禁煙ご協力くださいね。ところどころね、コカ・コーラさんのベンチがあります。あれグリーンとかにできないのかな、元の色にできないのかな、ダメなのかな。こうやってやっぱりね、こうやって木が折れたりします。根元からね、折れたりもするんですね。あまりこういう道以外のところにはね、はみ出ないようにお願いしたいと思います。ちゃんとね、見てください。こうやってね、汚水、下水管ですね、下水管と、そしてね、電気が来てます。水道と上水道と下水道両方ね、引いているというね、すごいですよね、こんな山奥にも。もうハーハーです。電波が途切れます。もうそろそろ途切れる頃です。いつも途切れてしまうんでね、あとは動画になります、動画になります。今日は月曜日なんで、おそらく収益発表があると思います。 YouTube のすめで4時からです。よろしくお願いします。どうですか、素晴らしいでしょう。そして人もいない。人もいない。バリアフリーじゃないけれども、こういうね、ちゃんとあの段のないとか、電源より息切れてる。電源や電波より、見てください。あと160メートル、半分近く来ました。あと160メートル行ったらね、電源切れちゃいます。本当に申し訳ない、電源切れちゃうんでね。ね、これほら、電気と水道通ってます。あ、見えてきました。よいしょよいしょ。奉納京都市水島正夫さん、ありがとうございます。私もね、 YouTube でバズったらいろんなものをね、寄付していきたいと思います。この谷ね、落ちたらやばいですよ。今内宮に近づいてます。もうそろそろ電波が切れてしまうので、動画になるんで、また動画アップしますね。やばい、本当に、本当、奉納京都市水島正夫さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう多分ね、電波が届かなくなるんで、ありがとうございます。ね、あ、ちゃんとこうやってね、はい、ね、はい、根っこ、ね、髪が神々しいですね。神々しいっていうとこだった。やばい。やばい。めっちゃやばい。
ちゃやばいね。普通に段になってるんですけども、どうしてもね、土砂がね、雨とかで流れてこういう風に平らになっちゃいます。でここね、ここ非常に珍しいんですけども、あのね、あのしめ縄を張るのがね、石と木になってます。このこうね、見てくださいね。ちょっと電波がいつも飛ぶ。もうはい、着きました。もう電波が切れます。これもね、こうやってね、命をつないでます。こうやってもうね、折れてしまった大木。はい、元池の薬人さん、三門神社でございます。はい、でこれがね、先ほど言ってた、これがね、先ほど言っておりましたね、見てください。こちらね、そのは非常に珍しいです。こういう感じでございます。そして、鐘の鳴る石、鐘の鳴る石のとこまで来ました。音は聞いててください。ほら、ね、音がね、こんな風にね、なるね、鐘の鳴る曲ね、鉄のような音ね、鐘が鳴ってるような音がするところでございます。今日電波いいな、いつも切れるんですけども、今日電波いい、すごいね、電波強化されたのかな、春休みだから強化してるのかもしれないね。テーム自社を時点で変えます。もうあれですね、ほぼほぼ流れてないですね。ここはもう古いお札をね、納めるところでございます。日頃岳の要拝所と天野岩戸神社はね、後で向かいます。日によってここ空いてるところもあるんですけども、今日は閉めてますね。時刻は2時を回ったところでございます。ちょっとお土産屋さんの方は人がいるんで映しません。元伊勢内宮高大神社天照大神ね、ですね、ご神祭はご祭神はね、こういう感じでございます。こちらもね、ほら、さっきの下宮と同じようにね、皮がついたままの状態でですね、鳥居を組んでおります。今日電波すごいですね。いつもね、途切れるんですよ。途切れるんですけど、ちょっとここ、金融させて、中に入ると、
電波が切れてしまいます。ここからは動画にさせていただきたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。次は動画です。